2枚目の画像になりました。先ほどと同じく本籍は沖縄県国頭郡であるため、沖縄県国頭郡と入力します。姓は仲間、名前は福吉さんだと思います。なので姓のところに仲間、名前のところに福吉と入力してください。性別は福吉さんなので男性だと思います。福吉さんのコストのところの欄には何も記載されていないため、親族の姓は仲間とします。具体的な人物の名前や族柄が載っていないため、親族の名前、族柄序列番号、族柄は飛ばします。到着年はチャップ年月日というところを確認すると、明治39年11月13日と書いてあるため、明治39年11月13日と入力してください。出生時の年号ですが、おそらくこの画像は現住所と生年月日が逆に記載されていると思われるので、現住所の欄にあるを確認しますと、明治17年1月5日と書いてあるため、明治17年1月5日と入力します。現住所も出生地も現住所もわからないため、これで終了します。先ほどバッジを提出しましたが、現住所っていうところに記載されていますが、書いて空欄でやったため、品質検査っていうところで必須フィールドですというふうに出てきてしまいました。はい、であるため、ただ私この英語得意ではないので読み取れないんですよね。なのでこちらの読み取り不可能のところを入れたいと思います。こちらのボタンは読み取ることができない場合に書くことが使うことができます。ハテナのボタンを押しますと unreadable、 読み取ることができないっていう、読めませんよというところが出てきます。そして同じように画像1の現住所も私には読み取れないため、ハテナマークの マークを使いたいと思います。
はい。ということなので、このようにしたいと思います。こちらで一応私が書けるすべてを埋め尽くすことができました。最後に左下のバッジを提出するというところをクリックします。そうすると品質検査問題は見つかりませんでした。この作品作成作業をすぐに提出しますかとあるので、右のバッジを提出をクリックします。はい、これによって無事にバッジを提出することができました。このようにして作品作成を行います。ご覧になった通り少し難しいです。はい、最初のうちはできる方と一緒にやることをお勧めします。ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。